こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。我が家の太陽光発電で日中作った電気を利用して、電気自動車を充電すれば、ガソリン代が削減でき、経済的になるのではないかと思って、我が家の自動車のうち1台を電気自動車に買い替えしても良いかと検討した結果、結局は電気自動車に買い替えしないことになった経緯をご紹介します。妻の通勤やお買い物用にトヨタのハイブリッド車に乗ってもらっています。2世帯前のプリウスに現在妻に乗ってもらっていますが、軽自動車に買い替えるとして、電気自動車の日産サクラだと、自宅の太陽光発電を利用して充電すれば、ガソリン高騰の時代に節約になるのか検討してみました。比較対象として、ガソリンの軽自動車で長年ナンバーワンの売り上げのホンダ N-BOX と比較して検討することにしました。どちらもグレードの低い車両で比較すると、日産サクラは諸費用込みで約260万円で、N-BOX は諸費用込みで約160万円です。ただし日産サクラは国の補助金が55万円使えるようです。都道府県によっては国以外の補助金もあるようですが、私の住む香川県は県や市の補助金はなく、国の補助金の55万円だけです。N-BOX は65歳以上だと、サポカー減税の7万円があるのかもしれませんが、我が家は対象外です。つまり補助金まで含めると日産サクラは約205万円で、 N-BOX は約160万円なので、2台の車の価格差は45万円ということになります。電気自動車が45万円車両が高いとしても、電気自動車だと自宅の太陽光発電で作った電気を使えば良いので、燃料費がかからないと考えると電気自動車はありなのかを検討してみました。日産サクラのバッテリー容量は 20kWh です。日中に自宅の太陽光発電で充電すれば電気料金はかかりませんが、代わりに売電の金額は減ってしまいます。我が家のように太陽光発電でも売電が10年を超えてしまうと卒フィット買取プランとなり、売電しても 1kWh あたり7円です。日産サクラの 20kWh のバッテリーを充電すれば、 20kWh×7 円の140円売電が減ることになります。日産サクラはカタログデータでは満充電で 180km 走ります。しかし実際は冬場だったりエアコンを使ったりする時もあるので、平均で 140km 程度だと思われます。だとすると太陽光発電を使えば 1km 走るのに1円程度の電気料金となります。対してガソリン車の N-BOX だと、燃費が仮に1リッターあたり 16km 走って、ガソリン代が今後高騰したとして1リットル200円だとすると 1km 走るのに 12.5 円となります。日産サクラだと 1km 走るのに1円、 N-BOX だと1km 走るのに 12.5 円だとすると、差額は 11.5 円です。車両の価格の差が諸費用込みや補助金込みで、日産サクラは N-BOX より約45万円高いので、45万円を 1km 走る差額の 11.5 円で割ると、車両本体の差額は 39,130km 走行すると価格がトントンになるということになります。私の妻の通勤の往復と帰りのお買い物で1日 16km 程度走行し、休日は私の車を使っているので年間250日程度走るとすると、年間の走行距離は 4000km です。日産サクラを買った差額の45万円分を走行することで、チャラにするためには 39,130km 走行する必要があるとすると、 39,130km を年間の走行距離 4000km で割ると、10年弱元を取るのに年月がかかります。日産ではサクラの駆動用バッテリーに対して8年または16万 km を保証しています。サクラのディスプレイの容量計が8セグメントになったら修理または部品交換することになるそうです。8年または16万 km を超えても充電できて走れば良いですが、10年使うのは厳しそうです。充電してすぐ空になれば実用上使い物になりません。その際はバッテリーを交換するしかありません。ですが、電気自動車の駆動用バッテリーは EV 車を構成するパーツの中で最
最も高価なパーツです。日産が実施している新品バッテリーへの優勝交換プログラムによると、サクラの 20kWh のバッテリーは発表されていませんが、 24kWh だと税込み71万5000円で、これに4万円から5万円程度の工賃がプラスされます。日常の使用に耐えれないほどバッテリーが劣化した電気自動車は、バッテリーを交換するよりも新しい車に買い替える選択をするユーザーが多いのが現状といえます。我が家の場合はセカンドカーで、年間の走行距離が 4000km 程度だと、ガソリン車との価格差を埋めるのに10年弱かかりますが、年間1万 km を走るユーザーだと4年弱でガソリン車との差額は埋まります。となるとバッテリー交換の目安が8年だとすると、4年強は割安に電気自動車を使えます。またガソリン価格を1リッター200円で計算しましたが、ガソリン価格が1リッター200円を超えてくると、もっと電気自動車の方が割安感が出てきます。代わりに太陽光発電の設置が、我が家の場合は10年超えの売電単価で計算しましたが、10年未満だとすると売電価格が倍以上の金額で売電できるために、やはり車両本体の価格差を埋めるのに10年以上かかってしまうことになります。また私が電気自動車で一番気になるのは、車を乗り換える時のリセールバリューです。電気自動車の場合、ガソリン車に比べて乗り換えする時の下取りがどうも低そうです。まだほとんど日産サクラの中古車は流通していないようですが、プロの中古車さんに聞くと、ほとんど走っていない日産サクラの買取の依頼があったとしても、通常のガソリン車よりも50万円は安く買取しないと販売が難しいようです。バッテリー交換に75万円程度かかるとしたら、安くないと電気自動車は売れないんだと思います。ガソリン車に比べてバッテリーのメンテナンス費用がかかったり、将来買い替えする時の下取り価格が安くなりそうです。結論として、我が家ではセカンドカーとして電気自動車を採用する計画は、いくら太陽光発電で安く充電できると言っても電気自動車の採用は見送ることにしました。世界の中で電気自動車の最も先進国はノルウェーです。2023年の電気自動車の販売のシェアは 80% を超えていて、ノルウェーの高速道路には多いところで20基以上の急速充電設備が設置されています。それでも長期休暇などの交通量が増える時期には大規模な充電渋滞が起こっているようです。さらにノルウェーではウクライナ情勢以降電気代が高騰していて、現在ノルウェー南部の首都オスロ近郊では1キロワットアワーあたりの電気代は1ユーロを超えているようです。1ユーロ158円で計算すると、日産サクラのバッテリー20キロワットアワーを充電すると3160円となります。ノルウェーの1キロワットアワーあたりの電気代は158円で、日本の電気代は1キロワットアワーあたり40円だとすると、ノルウェーは電気代は日本の約4倍です。ちなみにノルウェーのガソリン代は現在1リッター314円です。日本のガソリン代は現在180円なので、ガソリン代は日本の 1.75 倍です。ノルウェーは日本と比べて電気代は4倍、ガソリン代は 1.75 倍ということもあって、トヨタのハイブリッド車も人気が出ています。世界で一番電気自動車が進んでいるノルウェーの2023年の自動車販売ランキングでは、1位がテスラ、2位はフォルクスワーゲン、3位はトヨタと、トヨタのハイブリッド車も売れています。ノルウェーは気温が低いこともあって、気温が低いとバッテリーの性能が落ちることもあり、ガソリン車で燃費の良いトヨタは一定数売れているようです。我が家でももう少し電気代やガソリン代を見極めてから電気自動車を検討しようと思います。